お。あ、ここいいな。大丈夫かな。オッケー。はい。こっちで撮る。あ、こっちで配信を見ればいいんだよね。こっちで映す。でもネットワークがね。ああ、そっかそっか。まあ、てるからね、続けましょうよ。はいはい。今ネットワークが消えてカメラを変えたんですけど、はい、今ユーストリームの同時刻に配信してる番組見てたんですよ、うん、結構番組がやってて、うん、鎌倉湘南ライブカメラとか、はいはいはい、ありますね、秋葉原ライブカメラとかね、うん、よくやってんですけど、見る人いいんですかね、あれね、見る人いるんですよ、きっとね。あ、でも、そっか、好きな場所だったら見たいわけですよね。そうね。そうですよね。だから俺だったら、なんか、高級ホテルフロントとかね。ね。あれ、なんか勝手に来たね。見ましたね。そういうのでもいいっすね。あ、これだね。はい。で、今週は、はい、俺1週間考えました。はい、ちょっと車について考えましょう。はい。で、今ほらエコカー、うん、もうなんか地球に優しいとかいう車がやっぱり一番売れてるわけじゃないですか。はい。で、この間、まあこの間2日ぐらい続けて俺の前をその高齢者マークを貼った車が走ってたわけですよ。はい。もうボロい系ですよ、1台は。はい。もうカタ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 っていう系、はい、もう一台はなんかカローラなのかはよくわかんないけど、セダンのなんかおばさん色した車、うん、あれが走ったの、うん、おばさん色した、おばさん色したあるでしょ、あるある。でもさ、おばさんちっちゃいじゃないですか、うん、で こんななんですよ、運転が、はいはい、もう座ってんだかどうかもわかんないと。中腰なんじゃねえのかっていうぐらいのこういう運転で、や、あれさ、これからさ、ジジイババアばっかりじゃないですか、今、うん、きったね、ジジイとババアしかいなくなるわけだからさ、でおじさん色とかおばさん色の車がいっぱい入られるわけじゃないですか。そしたらさ、エゴカーより何しろ、まず、年寄り向けの車作った方がいいんじゃないですか。その通りだと思う。ガラスがまずでかいと、うん、で椅子もこう上に上がんなきゃダメ、うん、上に上がんないともうちっちゃくてもう運転できないでしょ、うん、で4枚ぐらい敷いて座ってる。アクセルペダルもあれだし、ね、なんなら多分俺勘ですけど、うん、エアコンつかないでしょ、あの人ら。つかない。エアコンつかまないんじゃなくて、うん、俺ボタンが見えるんじゃないかと思うんですよ、うん、だからそう、その暑い寒いみたいなボタンをもうこんな、うん、ホットクールじゃなくてね、もう熱い熱い冷たいっていう字を、ね、でかくこう両サイドにこうでかく、ね、いいですね。ラジオも、うん、ね、AM ボタンボシッと押してさ、どうして AM しか聞かないんだろうね。それボタンボタンボタンってさAM だけしか聞かない。いやいや、あとはなんかこうお湯が出てくる。お茶いっぱい飲むでしょ、うん、お茶こう急須でつけるようにお茶をこう飲める機能とか、うん、あと一番長いのはバックね。ああ、なるほどね。バックもうバックがもう下手すぎるというか遅いというか、はいはい、もう大変でしょ。だからあれさ、まあ勝手にバックやってくれる機能の車もあるけれど、うん、そんなの機能は使いこなせないから。そうね。だからもうハンドルをボスって取って、うん、あ、取んなくてもいいな、もう後ろにもハンドル、うん、ハンドルあって、ね、ハンドルもあってこう後ろにもこうアクセルとね、そうそれでいける。うん、あとは一回降りてね、もう後ろ乗り直してね。そうだから、あとは排気量はもう 200cc、 どうせ60キロなんか出さないから、うん、200cc もうだって
速い車乗ったって遅いんだから、もう 200cc ぐらいで、もうで、なんだ、あの、内装もさ、なんか若い人お好みみたいなのはいらないじゃないですか。いや、もう何でもいいよ、いいよね、じゃないですか。だからなんかあの、トタン打ちっぱなしみたいな感じで、昭和風に、うん、もう塗装もしてない、ね、塗装もしてない、もう塗装なんてもうどうでもいい、ね、もうどうでもいい、どうでもいいよ、ほんと何でもいいんだ、うん、どうせすぐぶつけるから。一番必要なのはここにあるミラーのとこにお守りかけるでしょ。 あ、 あれはダメだから、ね、ちゃんとお守りかけるところは服を作ってね、そうそうそう、必ずお守りしてね。あともあのちゃんとね、お守りのあのシール貼る場所も用意したいですね。そう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 。あとナビ、うん、ナビはもうあのもう映像は見えないんだから、うん、音声のみ、うん、音声のみで、例えば宇都宮、どこでのばあちゃんだって宇都宮の、宇都宮のどこでの島村、島村、宇都宮島村って言ったらじゃあおばあちゃんね、ここからあの気をつけて財布見て出てとかっていう孫の声でさ、あいい、ねね、シートベルトしたとかで世間話もしながら行くと、うん、もう車来てるよとか、裏ぶつかりそうだよとかっていうのも全部つけてる。いいね。もうそうそう、ジジイババアの車、うん、どうですかそれ。いいと思う。作ったら売れますよ。売れるよね。うん、なんで感じそのね。スマホとかもね。そう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 。車も作っちゃえばいいんだよ、女。格好つけてさ。ね。ね、なんとか昨日とかなんとかいらないんだよ、女もん使いこなせもしないんだから。そうね。ね。四駆だって、FF だって、FR だって関係ないでしょ、うん、普通の人だったらさ、うん、なんだっていいらしいじゃん。そうだね。なんだっていいよ、本当に。うん、まあ、そういう車はメーカーさんが出してくれれば。いいね、まあ、だからあれはおばあちゃん、おじいちゃんが乗ってんだからって、こっちもわかるじゃないですか。うん、下手にクラウンなんか乗られたらね。そうだね。ねえ、逆にねえ、わけわかんなくなるからさ。あのさ、タイヤがさ、全部さ、こう横向くやつとかにしてあげたりね。ああもうね、そうするとこう駐車場入れとか横に詰めたら、うん、ピッってタイヤがこっち向いてそのまま車が横行くって入るんですよね。エンジン切るとタイヤ元の位置に戻るっていうね。あ、急発進できないね。できない、急発進できないですね、うん、もうセンサーつけまくりゃいいんだよね。もういっぱい確認しないと、そうそうそう、踏めない、アクセル踏んでも動かないから。すっごい困ってダメだね、ほんとダメだね。あのイライラするもんね、うらやましい。前方に車はありますかとかね。そうそう、しかりながらね。ほんとね、もうちょっとね、なんだったら車買わないでもタクシー使いないよ、もう。ね。あ、タクシーのあんちゃん余ってんだからさ。車買う金あったらさ、タクシー乗ってもらった方がいいよね。そうそう、そう、国とかあれが女性出せばいいんだよ、タクシーさ、半分ぐらい出せちゃあればさ、タクシーも儲かんだからさ、ね、車買わせる必要性ないよ、あの車会社いっぱい儲かってんだからさ。そうだね。タクシーで十分もん。そうだね。もう老人タクシー作ったりね。そう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 、乗り合いとかね。そう、もうそう、あの若者とか乗っちゃいけない。だから時間気にしないでしょ。女性用タクシーがあるようにね。そうそう。まあいいよ。ジーバータクシーみたいなね。まああと、もう朝の病院とかもう占領するのはやめてほしい、ジジババが。うん、ダメ、あの人らだってもう。ほんと早い。オープン2時間前ぐらいにしてるからね。この間、そこの国際の受付が多分7時なんですね、朝、うん。朝7時に行って受付をするんだけど、もう朝5時ぐらいから並んでんだからね。うんだからさ、それ朝7時から行きたい人はさ、仕事をしててさ、朝病院行ってから行きたい人でしょ、うん、だからもう時間はさ、必ず午後からとかさ、うん、子供の休館先とかさ、ね、もうね、もうちょっとやってほしいですよね、うん、それね。眠れないからとか、そういう理由できちゃダメね。だから健康だから来れんでしょ、まず。そう。もういいよ、もう。だってさ、病院、あれ、俺前脳外科に行ったけどさ、その時はさ、朝早くに、受付の札とか出すわけですよ。その前に前を開けるわけですよ、カーテンとか。もうその時に5人ぐらいいるんですよ、父親ババが。もう裏口から来て。で、今日誰さんいないけど、どうしたんかななんて言ってるね。どうしたんかなじゃねえ、病院なんだから。もう来ることが健康ではないんだっていうね。そうそうそう、調子悪いから来ねえんだからみたいな話になっちゃうよ。あれから調子悪いのかな。調子悪いしてねえけどね。調子悪いのかな。調子悪いしてこいよって話だよね。ほんとね、もう大変、ああいう、イオンもそうですよ、あの、おじさん、おば
旦那がもう、うん、もう相手とこうでちょっと混んでて怒るの ね, ね、何もしねえじゃんって帰ってさで俺帰りの車で俺に煽られてんだからもう訳分かんねえっての、まあそんな話はどうでもいいんですけど、あと6月にワールドカップが開催されます。はい、サッカーね、はいはい、あ、それ出しちゃいますか。これ出しますよ、ね、大予想みんなでね考えて、これをナスウェーブで大予想をしますんで、お金はかけちゃダメですよ。そう、それ賭博になっちゃいます、ね、賭博になっちゃいますからね。あのお金は予想だけね、うん、いくらかけですか。んいくらかけですか。俺9000円ぐらいかけようかなだからダメだっつうの、うん、ね、いやいやいや、もう金かけますよ、バン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 、来いポリコーこの野郎これの負けやってるぞこの野郎。いやいや、あのね、じゃあ俺これ大予想していいですか。じゃあ俺いいですよ、いいですよ。6月のサッカーワールドカップですね、はい、ナスウェブ関係でちょっと大予想をしようと思って、うん、3チーム、はい、とりあえず3チームですね。3チーム選んでいきます。3チームを選んで当たった人がやったーっていうことで、そうね、やったーっていうことでね、おめでとうっていう、そう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 、みんなでおめでとうってする、うん、まあ、1年間神だよ ね, ね、あ、4年間か、うん、4年間は俺当てたしって言えるからね、全大会俺当てたよ、うん、じゃあまず出場国から言いますか。言いますか、ブラジル、クロアチア、メキシコ、カメルーン、スペイン、ロシア、韓国32チームですね、はい、で、まずじゃあ第3位というか第3候補、あ、一番低い候補か、なんていうのこれ、第3候補、うんうん、候補の中でも3つの候補の中でも一番低いけど入れますよっていう候補、うん、だから競馬でいうと三角、うん、三角ですね。俺は三角はドイツ、ドイツか、なんだかんだでドイツ、うん、まあ、ヨーロッパ勢 の, その、まあ、スペインリーグ、うん、イタリアリーグとか、うん、いろいろね、イギリスのリーグなんかもあれですけど、やっぱドイツは独自のリーグ、ブンデスリーガーやってて、まあ、ほとんど外に出ないと、うん、ドイツ選手はね。うん、ってことは、まあ、戦術もそれっぽくなってるし、うん、まあ、全然、まあ、大会見ればわかるけど、必ず上位に来ると。そうね。ね、で華やかしい選手はいないんだよ、やっぱりスペインリーグとかにいないから、うん、いないけどやっぱり実力はあると。そうね、で、まあ、国内のレベルは高いですね、高い、高い、絶対高いんで、まあ、なんだかんだで来ると来る、ね、で、一応ドイツ、うん、で、ここが問題なの、第2番目、2番目が問題、これはですね、うん、1番目はもう決まってるんですよ、決まるよね、大体みんなね、大体ここだなと思ってるんですけど、うん、2番目が俺は本当はブラジルにしようかなと思ってたんですよ。わかります。やっぱ自国開催だし、うん、そこの意地はあるよね。ある。やっぱ自国開催の強みっていうのは、うん、せめて決勝まで行かないと。そう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 。もう国民が黙ってるよっていうね。そう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 。ただ俺は2位だと思ってるんですよ。ね、そこでしょ。そうなんですよ。そうなんです。2位じゃダメだ。決勝で1位を当てる、うん、大予想だから、うん、2位じゃダメなんだ。じゃあドイツが2位はないと思うんですよ。ドイツはね、1位か3、4位とか、うん、まあベスト8ってことはないと思うけど、うん、だからそこなんだ。ただ1位っちゃうのがドイツなんだよね。そうそうそう。で、ブラジルは実は、まあ、自国開催でもう1位でもよかったんだけど、うんうん、なんせ調子悪いんですよ。そう、あのね、調子悪いんだよ。なんだかんだね、行くって言われた年にブラジルって行かないんですよ。ダメなんだよな。ほんとダメなんだよな。調子いいのはあいつだけでしょ。モヒカンのなんだっけ。ネイマールね。ネイマールさんだけでしょ。うん、ね。ちょっとな。まあ上位には必ず来るけど、1位じゃねえんじゃねえのっていう。もっとここが強いよでも。気がするんで。うん、で、そこで俺はやっぱスペイン。前回大会っていうのもあるし、なるほどね、まあ、ちょっとチームも若返りもあるかもしれないけれども、なんだかんだでやっぱ来るな、かなと思って、
ドイツ、スペイン、うん、で、大本命です、うん、大本命、これもブラジルでも分かったんだけど、うん、俺は絶対に人だと思ってるんですよ、うん、ワールドカップといえど人の大会なので、うん、人、うん、で、ここで多分、まあ今のトッププレーヤーの中で、うん、今年はこいつだろうと、この人のためにある大会だろう、もう油も乗り切ってます、もう調子もいいです、誰ですか、でね、アルゼンチン、やっぱりね、あのチビスケ、チビスケ、あのチビ野郎、あいつが多分今年はだから、まあ、アルゼンチン、ブラジルの決勝、まあ、組み合わせがね、まだちょっと、ベスト8の組み合わせがわからないけれども、ね、ワールドカップで必ずスター生まれますからね。ドイツ、じゃあ、ブラジル、アルゼンチン、もしくはアルゼンチン、ドイツぐらいの勢いじゃないかなと思う。で、今年はそのメッシの大会で終わったねっていうので、なるほどね、やっぱアルゼンチン。代表でメッシってでもダメなんだよね。いやだから今年なんですよ。そうなんですよ。今年どっかで来るんですよ。どっかで来るから。絶対来るから。今年しかないもんだってもう。身長止まっちゃったし。前からじゃん。そうなんだよ。もう、で、まあクロアチアとかも、もう結構みんないい状態なんだけれども、やっぱりそこは来ないかなと思って。だから俺は、アルゼンチン、ドイツ、スペイン。の3つ。いいね。ガチガチじゃん。この3つ。だって優勝だもん、ガチガチだもん。じゃあどこだよ。やばい、分かんない。なんだよ、それ。確かにね、俺、アルゼンチンなんだよね。俺、まあ、絶対あるね。ブラジルだってもな、でも優勝するの。俺ね、調子悪すぎなんだって。ストックが強いよ、全然。だから、じゃあ、だから、1位じゃなきゃダメなんだよ。うん、そう2位じゃダメなんだよ。だってフランスワールドカップの時のフランスだってホストで優勝でしょ。あれ以外ないんだよ、フランスは。フランスはもう金バンバンやってるから。韓国もそうでしょ。バン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 やってるから。全然。でも、フランスワールドカップの時は人が良かったよ、でも。全員。良かったけど、でもそれ。ハゲと。ハゲと、おっさんね。細いアンリー、アンリーと。アンリーどこ行っちゃったね、もう。アンリーはアメリカ。あ、ダメなんじゃん。ほら、調子良かったんですよ。今年は、なあ、アルゼンチン、ドイツ。もしかして俺、スペインやめの、イタリアかと思ったんですよ。俺はね、イタリアは言ったから、まあ、ちょっとやめてみたんで、あとは韓国だな。韓国です。じゃあ、ハモさん。俺はね、まあ、かぶっちゃうんだけど、大本命はアルゼンチンではあるんですよ。ただ、俺のラッキー国、イタリア。ああ、思ってきたね。そうそうそう。だから一応、俺の中ではイタリア推しでいきたいな。そしてあと1チームが定まらないんですよ。スペイン、ブラジル、ここら辺でも硬すぎて面白くないんですよ、予想するなら。でも1位当たれるからさ、そう、1位当たれる、硬くなるのはしょうがないですよ。そう、しょうがないけど、なんかそこが来たかっていう結果があったらいいなっていう俺の、そう、希望なんですよね。そこが優勝したかと。もうホンジュラスとかまずこれね、予選を突破できるからね。まあそうするとドイツなんですよね。でもこれフランスもひどいけど、予選突破したら勢いつくかなってところもなきにしもない気になるな。ボスニア・ヘルツェゴビナとかも決して弱くないっすよ。弱くはない、弱くないっすよ。出てるぐらいだからね。あとはね、勢いに乗ると怖いのがアフリカ勢なんですよね。どこだっけ、あれナイジェリアかなんか、アルジェリア、そうそうそう、ガーナね、そう、そこら辺の国も怖いんですよ。こうすごい苦しめたじゃないですか、ヨーロッパ勢とか。案外南米も
苦しめてあげたじゃないですか。だからそこら辺も面白いなっていう。身体能力が超高いですからね。そうだよね。あのシチュラルちょっとね、うん、ただそこに来てそのチームワークであったり技術面ではやっぱりまだまだってところがあるんで、うん、そうだけどまたあれから4年経ってるわけですからね、うん、そうするとだってね、日本と韓国の共同開催の時だってアフリカ勢の、活躍はね、すごかったね。ね、ですからね、ちょっとね、全地区のレベルはやっぱりだんだん上がってきてるなっていう。そこでまあそれでも俺はイタリア、アルゼンチン、この日本はちょっと外せないところで、あと一本は俺のこういろんな希望でどうにしようかなって今考えてるんですよね、うん、これね。いや今思ったんだけど、うん、スペイン、ブラジル、ポルトガルもなんだよね。そうですよ、言葉一緒なんだよね。そうなんですよ、うん、そうするとさ、ヤジに耐えられっかな、ブラジルの汚ねえヤジ。外国語だったらさ、わかるじゃない、うん、こう、そういうのも考えると、うん、そう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 、うん、ひどいでしょきっと、うん、あでもさブラジルなんてあの見に行ける人たちっていうのはかなり裕福な人たちでしょ。うん、どうなんだろう。でも母国開催の時ってチケットどうなのね、安く手に入れる方法とかあるんだよねあれね。あ、そうなんだ。あります。ブラジルはだってもともとテレビつけてもテレビのあれが分かっちゃうでしょ、ね、給料が低いの分かってるからね。あ、そっかそっか。だから何らかの形で多分ね。いや俺もね正直ねガッチガチ行けばねブラジルって言いたいんとこなんですよね。だけどただこれ ねみんなブラジルになっちゃうんでしょ。なるでしょ、うん、それも嫌だなって。そうだからね、あの予想だから外れてるじゃないですか。いやでも俺今年はメッシだな、メッシの年になっちゃう気がすんな。今絶好調ですもんね。うーん、メッシかな、メッシかな。いやーどうだろうな。これ日本はいけるかな。日本無理でしょ。日本まずこのコロンビア、このね予選を突破するのがまず難しそうですね。もうコロンビアとコートジボワールで決まりでしょ。だっていやギリシャなんで、いやギリシャをバカにできないですよ。ギリシャなんこれで勝てなかったら国滅びんだかんね、うん、もうね、ね、政府がね、これだってあれだよ、ブラジルに行くだけだったらなんだからギリシャなんて。大丈夫だったのかな。いやでもねギリシャっていうのはね割といいとこ行ってんすよ。決勝トーナメントにいますからね。これで国民がこれあれだよ、これあれでもこれ戦後みたいな感じ。これでギリシャ頑張んなかったら追いつけ追い越せるもんね。そう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 。これ国民大変だからね。保険はねえわ、何はねえ、国のあれはないんだからね。破綻してんだから。すごい精神力で。よくブラジル行けるよね。どの面下げで行くんだって話。あ、国赤字だ。そうね、若干やってる場合じゃねえだろ。そう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 。なんだろうね、みんなこれ。ヨーロッパ圏にいいんじゃねえみたいな話だよね。そうそう、だってユーロ圏から外されようとしてるんだよね。そうそうそう。かわいそう。いつも思うんだけど、ロシアってそんな来ないね。ね。よっぽどね、なんかね、そう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 、なんか人体改造とかやってそうだよね。そうね、あのロッキーとかでもすごかったからね、うん、ドラゴンだね、ね、すごかったよね。ね、ロシアってあんまり聞かないかも。でもガチガチで行くんだったら、もうブラジル、アルゼンチン、ドイツ、スペイン、ね、うん、そこら辺だよね。毎回だよね、その辺は毎度だよね。でも時差考えるとアメリカもあるんですよ、同じぐらいだ。そうだね。体調的には楽ですよね。あ、そっか、そういうのがあるか。ただ、ドイツ、ポタラってのはガーですからね。予選が出られっかって話なんですよね。これね、昔はポルトガルとかもね、入れたかったけどな。まあ、ドイツが一緒のグループだしな、これな。そのグループ D がどうなっちゃう、コスタリカかわいそすぎないよね、でもね。ウルグアイ、コスタリカ、イングランド、イタリア。いや、ウルグアイもいいですよ。うん、いや、これ全部強いのは強いんですよ、うん、やっぱりね。あの出てきたとこだからさ。うん、そう。また、それぞれにこう、大きいリーグでね、活躍してる選手を生み出してる国が多いんですよね。
ここの試合は見たことないのが多いじゃないですか。次の試合なんか見たことないないね。あとどうだ、あイランも強いけどね。オランダって今もオレンジなんですか。オレンジか緑ですね。ね、なんかあのオレンジに活躍してほしいなってとこもあるんですよね。オランダは結構強かった。そう、途中でなんか息切れしちゃうんですよ。勢いがなんかどっかで止まっちゃうんだよね。でも今年ロシアはオリンピック開催地だもん。そうだね。ミトからチートかなんか行ったってダメだよ。ロシア、韓国がね。韓国が意外と抜けそうな気がするんだよね。そのグループ韓国は行かねえよ。グループ H は食中毒がいいんだこれ。ここは、うん、韓国でも調子悪いよね、実際。あ、今弱いね。そうだよね。うん、本当で不祥。なんだろう、あの一時期こう韓国盛り上げてた選手がみんないなくなっちゃったもんね。ロシアと韓国ってあんまやんない方がいいよね。やんない方がいいもんね。今ね。そう今ね。金箔がなる。そういう考え、でも韓国空気読めないからな。まあね。それもある。ムキムキになるからね。これあったらダメだな。ブラジル、クロアチア、メキシコ、カルビ。これすごいよね。グループ A。ブラジル、クロアチア、メキシコ、カメルーン。これはすごいね。これ下手したらブラジル落ちちゃうかもしれない可能性もあるからね。っていうのもあるよね。そう。クロアチア。でもここでブラジル落ちるわけいかないからね。多分ホスト国だから大丈夫だと思うけど、意外とクロアチア、カメルーンとか、うん、メキシコ。相性的な部分でいくとね。メキシコもさ、意外と、うん、ひょんとしたところに来るからね。なってワールドカップ常連国ですからね、メキシコは、ね、そうね。もうちょっと前日大会なんかあれですよね。ブラジル先に決まってたんだよね。あ、メキシコ。あ、そうか。1位通過ぐらいだったんですから。どうなんでしょうね。でもこれさ、みんなでさ、こう予想するわけでしょ。かぶったって面白くないんだよね。そうなんですよ。だから一つ。だから俺多分じゃあアルゼンチン本命でドイツとスペインをやめて、うん、そろそろクロアチア、あ、いやあれにします。じゃあポルトガル、ドラフト制みたいなにします。ポルトガル欲しい人でなんかこうくじ引いて一人だけで、そうそうそう、かぶんないのポルトガル、ガーナ、ドイツ、いやでもその辺じゃ誰か日本って言う人いないのけ。日本ね、でも俺昔2大会前ぐらいはね、日本に予想入れてたんですよ。ぶっちぎりでビリでしょ、だってそれ。あのね、願いだけ、願いだけ。得点1失点7ぐらいになりそうな気がするんだよな。3試合合計。ね、まあ微妙だな。ね。と思うよ。まとまってないよ。難しいね。こう本当こうやって考え出すと本当。まあまあまあまだ時間あるんで、締め切りが大会前日まで、ね、前日まで、予選スタート前日までだし、前日まで。で予想してね。三位決定戦ってやるんだっけ？三位決定戦はあれないよね。やるんだっけ？あ、やるね。四位を当てるってのも面白いですよね。4位を逆に、ね、4位を当てるっていうのも面白いですよね。4位当てるって言うんだったらイタリアとかさ、オランダとか、うん、でも4位を当てようと思ったらいっぱい出てくるよ、うん、余計そうそう、それこそ組み合わせ、ね、組み合わせなんで、それこそどれだろうってなるよこれね。まあ楽しみなんでね。朝またやるのこれ。朝、朝ですよ。真逆だもんね。もうそうだから、泣いた、だから7時台の最後の遅い時間の試合やったとしても朝ですよ。早い時間だったらもう12時間ずれてますからね。早い時間だったらもう深夜、深夜、ああでも昼ぐらいとかの試合だったら夜中ちょうどスタートちょっと見られるのかな。ここから2試合続くからどうすっかなみたいなね。休みの日だったら見れるかも。まあね、ちょっと頑張ってみようか。うん、ね。じゃあその時はお店を。いや、無理です。朝まで開けて。ゆっくり一人で見ます。ゆっくり一人で見ます。なんかこうスポーツゆっくり一人で見たい派なんですよね、俺。
ああ、そうですか。誰かと見るの嫌なんですよね。一人でこう、ゆっくり見たい。なんかインターネットを駆使しながらね。あ、インターネットで見ました。そう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 。俺はね、衛星。あ、ね、あ、いや、テレビで、うん、データ。こいつ、そう、こいつ、ここだったっけなとかっていうのをこう見ながら、こう。こうやりたい。この選手だったし、ね、調子いいのこいつっていう、なんか一流というか有名選手じゃないちょっと下の選手って名前は聞いたことあるような気がするけど、あれっていうのもあるから、そういうのもちょっと見ながらこまごまやりたくて、ね、あとはあの松木さんの解説だけはあれは応援ですから、 NHK でやってほしい。もう本当にね、 NHK でいい。F1 もそうなんですよ、はいはい、NHK で放送してほしい、うん、もう本当に嫌だ、なんかのわけのわかんねえことを言うんですよ。でさ、なんだっけな、あの昔アルペンスキーじゃなくて里谷多也とか、うん、誰だっけ、あと、うん、モグルは上村愛子、向井子とかさ、あれがなんかあの解説がさ、あの知り合いぽい人、ね、上司という、うん、はい、頑張れみたいなさ、うん、あれは聞き捨てならないみたいな、ね、あとゴルフ、あのいつも夏ぐらいだっけ、うん、あの前衛、うん、オーガスタ、はいはい、あれの解説の人、うん、あれもため口で喋ってるでしょ。あの解説は本当見苦しい。慎吾はみたいなね。そうそうそう。本当嫌だ、あの回はこの距離得意ですからみたいなね。青木さんがちょっと中継出るのはいいですよ、うん、それはちょっとね、解説がその言葉遣いはもう本当腹立つ、ね、もう見たくなくなるんだよね。ね、で外したいって言うとさ、怒ってる時あるじゃん。そう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 、そういう、これはなあら、信号珍しいの俺って思ってね、ちょっと怒りながら言ってるね。出たこともねえくてして、ね、自分でさ、出たこともねえくてして、そういうこと言うのよ、もう本当嫌だよね。笑ってる、そしてね、たまにね、笑いなくなまあ、ショック受けてないわ。受けてるよ、悪く言ったらもったいねえよ、みたいな、ね。本当の喋り方はもう、本当に腹が立つ。それで、来週はですね、うん、朝、宮城の方にある、そうですね、次、翌日がね、桜の苗木を植えに行く、うん、ボランティアに行きますので、ああ、ちょっとお休みをさせていただく、はい、準備の関係でね、はいはい、で、まあ、1週お休みをいただきましの、うん、それで、この間鴨さんと2人で、うん、あやさんの番組を見てたんですね、はい、で、うまいじゃないですかね、1人でね、うん、よくやってますよね、うん、本当にね、なんかプレゼントコーナーとかもさ、ね、映像も入れたりね。そう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 、教えた人が上手なんですけど。そうですね、きっとね。うん、5年もや、6年もやってるのに何も進歩ない。なんかプレゼントはないんだけどさ、うん、なんかこう、なんだろうね、あ、うん、そうね、サインとかいらないじゃん。俺のサインね。サインで、サイン会やりますって言っといてさ、何人かか、もう一日ポケーとしてるってことです、それなんか。いいね。ポスターとか貼ってね。そう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 。そうじゃない、それ。うん、ナスエール。もう金かけてちゃんとサイン用のポスターも用意してね。握手会ね。CD 作って。ずっと定点でカメラで撮っといてね。そうそう、ポーンとかつってこう何時間のみたいな、ポーン何回してこう、そのうちこうお茶入れてたりしてね、ボケスタヤの外あたり書いてね、何発売したわけでもない、ただの握手サイン会っていうだけで、まあ一人ぐらいは来てくれる、かわいそうになって来てくれるのかなとは思うんだけど、ね、ただ人気が出ないとダメなわけですよ。そうですね。で、今さ、人気がある番組っていうのはさ、これさ、バッテリー大丈夫だよね。ついてるよね。大丈夫ですよ。ちゃんと配信されてますよ。なんか、
拍子もないことをやるんですよ、うん、なんか突撃したりとかね、うん、生着替えとか、うん、やりますかそういうの。なんかやった方がさ、起爆剤がないとさ、うん、編集が大変なんですよね。いや、うち生だから。あ、生で行く。あ、生の思い出した、これ言おうと思ってたんだ俺。あの、笑っていいとこ見ました？見てない。嘘。あの、さんま、ああ、うん、トンネルズ、トンネルズ、爆笑問題、爆笑問題、ないない、うんちゃんなんちゃんと出て、すごかったですね、あれね。すごいね。でもやっぱりあんだけ出ると絡みづらいね。ね。もう誰が喋るのもないし、仕切る人もいないし。ぐったくだね。ダメ、あれはダメだね。ね。やっぱね、まあたまに出るからなんかイベント的で面白いのかなとは思うんですけど、ね、いや面白かったですでも。うん。あの昼のたけしのまま面白かったって言ってた人がいたな。ああの感謝状読んだ。うん、そうそう。YouTube で見ましたね。うん、ちょっと YouTube 俺アップしようかな、なんか。いいじゃないですか。何しようかな。YouTube で、YouTube でじゃあ、うん、1000アクセス1ヶ月でしたら、うん、あの天下一品を持ってください。終わりますよ。1000アクセス。自力でだよ、動画編集して。自力で。あ、生放送だから。うん、生放送っていうか。どうした？何でもいい。墜落したっぽい。あれでもさ、俺タイトルでいけそうな気がするんですよね。1000。1000。女子高生。ああ、行く。行くよね。チラチラとかさ、なんか。行かないですか。一回多分開くよね、それで。絶対開くよね、絶対開くよ。なんだよ、これ。こないだ見たらね、こないだその女子高生生着替えみたいなの YouTube を押したんですよ、うん、したら女子高生が確かにこうやってるんですけど、途中でデブの男がこうやってて、お前はねーって怒られるんですよ。こんな見てるからダメなんだよってデブに、すごいデブの男で、で終わるんですけど、あれうまいなと思ったんですよね。なるほどね。不要ってんのかね。いやでもアイデア次第ですよね。アイデア次第。今日ね、なんか2ちゃん見てたら、お父さんがプロの編集する人なんだね、うん、で子供のムービーを、はいはいはい、そのお父さんのレベルで編集してる。でそのライトセーバー、子供のおもちゃ売り場に、うん、はいはい、で子供が取ってあの振り回してるんですけど、ライトセーバーがウィーンってなるんですよ、うん、本当に。あの子供映像で作って、映像で作って、映像で作って、ポンで子供が多分振り回した時に箱は落ちたのは本当なんだけど、ポキンって棚まで切れて、ポトッと落ちるやつとか、あれすごかったですよ。相当あれですね。すごい技術やれる人ですね。アメリカはひどいなと思いましたね。あんな人がゴロゴロいんだろうね。ね。多分 NASA で働いてたんだな。あの宇宙作ってた人でしょ、あれ。すごいね。宇宙の映像を作ってた人だろうな、あれ。すげえなーと思ったんだね。ああいう技術、なんだなーと思って。あれでも、あれ見たら、うちで編集やってくださいなんて仕事が来るかもしれないですよね。そうだね。ね、自分のアピールしたらね。なんだっけ、Amazon のページで自分を売り出した人ね、話題になりましたね。あ、履歴書がいい、うん、Amazon のページと同じページを自分でそっくり作って自分を商品にしたっていう。いた。そう、これだけのことを俺はできるんだよっていうのをその技術でアピールして、で、すごいなんか大きい会社入ったんですよね。やり方次第ですよね。そう、もう散々履歴書食って採用されなくて、もうそれを作ったら、この逆に会社からうちに来てくれっていうオファーが来たっていうね。すごいね。アイディア、すごい。時代なんだ。俺も Google 入りてぇな。Google ね。いや、もうプレッシャーじゃねえ、あそこ、あの、ね。でも楽しいこと考えればいいでしょ。あそこ持ってあるってさ、こうさ、考えてこうさ。でもそれなりの技術が必要ですよ。あ、でもそれは SE さんの仕事でやって、うん、俺、あの、企画第一。そのためにはチームを作んなきゃいけない。第一企画に入って、エース。すごい人たち自分で集めるんですよ。エース。でも発想だけしてる。そう。その発想を形にするチーム作んなきゃいけないですね。無限ですね。
だから、まあ、そんな感じで。ああ、そっか。今週も終わりですが、来週はお休みいただいて、うん、桜を、食事にね、食事を行ってきますんで、その模様は鴨雄三の、俺でしょ、記憶するのかな、鴨雄三の優しい独り言のところで話は聞いてください。次の週には僕は話しません。そういうボランティアとかの話は一切しません、この人はね。ビデオカメラと持ってった方がいいのかな。いやー、どうなんですか、一応。どうなんですか ね、持ってってやった方がいいのか、まあ、大していい映画撮れないですよね。うちはもうこの番組は一切やらない。ほんと大人の事情がなかったらもうひどいことやってる。馬の精神状態だったらもう言わないけどね、言わないけど、もうほんとひどいピーピーピーばっかりですよ、マジで。まあというわけで来週はお休みをいただいて、再来週パワーアップして、そうね、そろそろね、こっちの片方の人が帰ってきてもらわないとね。そうなんだよね、一人でやってるのも大変なんだよ、生き返ってもらわないとね。ほんとに、いい加減にしろよと、いつまで遊んでんだとね。ゴロ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 しやがって、頼むぜマジで。仕事はどうでもいいから、とりあえずここ来いと。そうね、ここ来いと、とりあえずここから始まれと。こっから始まるべきだね。こっからこうやってほしいですね。まあそんな感じで、はい、また来週、あ、再来週、再来週、はい。